インターネットをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。はい、キラリン。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、本当、まあ、ということで今日はこうやって集まってる日曜日の会ですよ ね、はい、そうです ね、 ね、先日ですか、何週間か前かわからないですけど、はい、ビッグバスト日記っていうねチャンネルやることに決まる、そう、ボインボイン王国、いや、ボインボインダンスパーティー、ボインボインダンスパーティーだ、ビッグバスト日記のボインボインダンスパーティーをやるみたいな、進んでないんですか、そのは進んでないですね、進んでないんですか、ですビッグバスト日記開催とは、あ、行かせられた時怖いっていう、ボインボインダンスパーティーついに開催、はい、びっくりはてな見たら、うんうん、騙されたみたいなやつがあんな、そりゃ騙される、騙されたの嵐でしたからね、うん、なんならあの絵も修正しまくってんなって言われた時、私はそれカチンときましたけど、そんな修正してねえよって言ってあげてくださいよ、お花の村を正したぐらいで、私は写真集もヴィーナス乗ってるグラビアもそんな直してないんですよ、うん、森本さん、はい、お便り、あ、そう、今日はお便りをやる、お便りをやる会みたいなんでね、ツイッターで募集したん で、 そうです、ね、あ、そうかそうかそうか、はい、ね、たくさん届いてます、モビリティもありますか、あ、そうですよ、これまだ出てないですよね、 T シャツ、これ可愛い、おしゃれですよ、これ出ますかね、今回ね、出るんじゃないですか、どうでしょうか、うん、やっていきましょう、はい、ペンネームタピプさんのお便りです、うん、はい、ヤングさん、レオコさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、以前阪神タイガースのミエセス選手がヤングさんのキラリンポーズをやったことが巷で一大センセーションを巻き起こしたのは記憶に新しいと思います。しかしミエセス選手の成績がいまいちのため、いつまで経ってもキラリングッズが発売される気配がありません。ですので阪神タイガースにヤングチャンネルとミエセス選手のコラボグッズの制作を打診していただきたいでしょうか。もし難しいのであれば、ヤングチャンネルのキラリン T シャツの背中にミエセス選手の名前を入れて甲子園に着ていきたいので、T シャツを1枚いただけないでしょうか。よろしくお願いします。 T シャツくれ、一応追伸、ヤングの異常な愛情からのファンです。 あらら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 、フル株来ましたね。あのね、だからミエセス選手、はい、来てすぐぐらいの時に活躍して、なんか二塁の上で、うん、キラリンみたいなやってんのが、ちょっとツイッターの、そうなんですね、いや、そんな一大センセーションじゃないですよ。局地的小爆発が、うちの村はだいぶ湧いて、だから阪神のその界隈に、はいはい、うん、そのヤング悪いやつがいて、はいはいはい、ヤングチャンネルを見て、うんうん、これやったらウケるでって、ウケやしないんですよ、なんか言うたやつがおるんじゃないかみたいなことに一部界隈でなってたんですよ、ね、だから最終的にミエセスがホームラン打ったと、お前もんってやりだしたら、これはおる、いや絶対悪いやつおる、絶対おる、もうなんならエクセレントってやりだしたら、あ、これおるなって、汚染が広がってるのが分かるみたいになるんですけど、しかもなんか YouTube じゃなくてパチテレじゃんってなりました。ないんですよ。女子でおるって決めあるやつ、まあ、ちょっと別ですけど、うん、女のルカちゃんがなはなはやるみたいな、それはもうやってもらわないと困るやつじゃないですか、はなはな、はなはなな、ほんとな、ベロリナちゃんが強く弾きたい時とかに、ドドンパか、ドドンパみたいな感じのはあるけど、他は知らないですね。やろうやれよ、こうやりましょう、欲しいんですよ、一回なんか乱数入っちゃったみたいなのをなんかちょっとやろうみたいな、おもろいな、乱数入っちゃった、それなんかラッキーチャンネルの時にそんな話になって、でその時あのはい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 流してやってなかった、じゃあまあ入っちゃったで、じゃあ入っちゃったいきますか、乱数入っちゃった、あらやだ入っちゃった、あらやだ乱数入っちゃった、でもここで始めればいいんじゃないですか、ここで始めましょう、ここでいいお便り来たらいただければいいんじゃないですか、うん、あ、そうですね、うん、あ、そのお便りダンス入っちゃってます、か、もうこのなんかグッズが出ちゃったみたいな、あ、なるほど、はい出ちゃうのノリですよ、だから、あ、はい出ちゃう、そうそう、あれ秀逸やもんな、うん、あ、これ、うん、シールです。タピプさんにはシールをあげます。ペンネームヤーリトナーさん、あ、出た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 、お便りで、私の父についての相談に乗っていただきありがとうございました、はい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 、あれ以来お二人の言われるようにするのがいいかな、うん、どうかなと考えていたところですが、うん、先日ついに恐れていたことが起こってしまいました。あ、何でしょう。ある女性演者さんの来店に行ったところ、うん、父と鉢合わせしてしまったんです。お前も行くんだって。巨乳につられてうっかり見に行ってしまったのが間違いでした。でもその時の父はとても楽しそうに見えて、お二人の言う通りだな、自分の考えは間違っていたなと思いました。今は
父が楽しいと思うことを続け、若い人と接することでいつまでも若々しく元気でいてほしいと思っています。ああ考えが改めあった、はい、このように思えるようになったのもヤングさんとレオ子さんのおかげです。この度は本当にありがとうございました、うん、今日の一句、うん、パチンコ屋へ父を見に行き、父を見る、うん、苦笑ですよね。違う、俺はちょっと待って、違うの、このやりとな、こいつ言いたいことがある。なんか、はいはい、親父がなんか女子ライターの追っかけしててみっともないからやめてくれやめてくれって言っといてですよ、お前がやっとんのんかいっていうさ、そう話じゃないですか。そうなんですよ、息子がやってんの、ね、親父がダメとかそんな方はないでしょうよっていうさ、ないないない、これシール値しませんよね。シールすらあげないですよ。じゃあ何もあげられない。いや、お前がやっとんのんかいと。じゃあだ、そういうことじゃ俺びっくりしたもんね。なんかシールもあげません。では、はい、ペンネーム諸行無常さんからのお便りです、はい、うんうん、数々の男性ライターのチンポを鑑定してきたリョウトさんに質問です。共演されたライターさんで一番大きかった人と一番小さかった人を教えてください。間違い訂正しといた方がいいんじゃないですか。チンポは見てない。ライターのな、ライターの、まあ、強いて言うなら酔っ払った檜山さんが勝手に出すやつな、勝手に出して目にしたのはありますけど、私が言ってるのは全部推測ですから。だからレオ子に聞けるのはでかそう小さそうっていう話じゃないですか。推測推測。だからあの算数の数式になってるんですよ、チンコの大きさだけが X になってるんですよ。はいはいはい、はい、でな、人格とか振る舞いとかと X があって、このこういう 人、はい、人間ができてるっていう、うん、ここがね、そのブラックボックスになってるから、はい、それを予想するのは私は得意やけどっていう話じゃないですか、うん、でもそれも答え合わせをしたことがないからわからない。確かに確かに。なんなら私はスネイさん大きいと思ってます。ああ、でも僕は小さい。あんななんかこう正直で物おじしない感じの人は大きいに違いないと私は思ってて、はいはい、かレオ子が見た本当はどうかわからないですよ。そうですよ、うん、この振る舞いだのやつはチンコ小さそうやなとかって、なんか小さそうだなとかは、うん、本当推測ですけど、でもなんかやっぱ体型とか入ってきちゃうんですよね。あ、なんかちょっとこうお腹まん丸の人小さそうだなとか、はいはい、性格とか生き方とか関係ないところで体型で中竹さん小さそうだなとか、うん、なんかあのそのおレオ子のチンコトークが止まらへんぞな。おうおう、小さそうだなとかはちょこちょこ思うことありますけど、なんかでかそうだなと思うことあんまないですね。秋山小さそうやろ。小さそう。でそのこの間苦情入りましたもの。レオ子さん、あのね、小さそうとかじゃない、小さいんですよ。でもスネイさんはでかそうに見えるわけやろ。あとでかそうなん誰なんですか。誰だろう、ミッタさんとでかそうな、うん、ああでかそう、いやどうかな、でかそう、でかどうかな、ミッタデカチンロビンソンやで。なあ、でもね、滑れる人はでかそうですよね。あーほら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 、ハートが強いから、うん、やっぱなんとなくですけどネス君とかも小さそうだなと思っちゃうし、うん、思うし、あのさ、的確に小さそうなとこ言うよね。なんか分からんけど激アツさんでかそうじゃないですか。あ、激アツさんに関してはこれはライターのものは知らないですけど、うん、私って本当に背の高いガリガリのメガネばっかり付き合ってるんだよ。だからこう大好物やろ、なんかな。違うんです、そういうわけじゃないんですけど、いやいや、深層心理の可能性あるで、結果こうなってしまうみたいな。なんかガリガリの背の高いヒョロッとメガネやろ、ヒョロッとメガネばっかり寄ってくるんですけど、ヒョロッとメガネって本当大きい。お、今レオ子が私はチンコがでかい男とばかり付き合ってきました宣言やんな、今のな、完全にな。お、でもなんかそうですね、痩せ型の人は大きいっていうのはあるか、あ、やっぱりやっぱり、あ、そう、体型も入ってくるから難しいですよね。そう、難しいですけどね、まあ、琵琶湖の波理論みたいなもんやんな。あ、そうですね、あるようなないような、結局そのね、周りだなんだとか言っちゃうんでね。諸行無常さんにはね、うん、じゃあね、まあ盛り上がったんでこれあげましょう、うん、ヤングチャンネルのこれキーホルダーですか。うん、ということで今回はこの辺でお別れでございます。まだまだありますんで、お便りがね、はい、ご視聴ありがとうございました。お便りまだまだ、次もお便りの気がしてます。ありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。